和牛は本来ですね味が非常に強いもので、中国料理の中では肉と野菜は、50対50同等の目方でこう調理するという文化があります。マコモダケという、中国料理の、代表的な野菜があります。特に和牛の場合は味も強いし芳醇ですし香りもありますので、今回あのサロインの油も一緒に巻き込んでます。野菜と、合わせることでより一層和牛の良さが、出るように作り上げてます。和牛の美味しいのは、赤身はもちろんですけど、牛脂というか油の部分がやはりあの甘くて美味しいので、サロインを一緒に巻くことで、よりですね牛肉の旨味、香り、甘み、そこを、強調できる料理として仕上げてます。バランスは大事にしたいところなので、トウチという大豆発酵調味料はですねやはりあの香りも高いんですけど、それに負けない牛肉の強さ、相乗効果というもので、発酵調味料はやはりあの主とした調味料にはならない脇役なので、それをうまく使うことでですね、より一層、和牛が美味しく食べられる方法になると思います。和牛を使うことによってですね、香料をそんなにも使わなくても、美味しい牛肉料理に仕上げられるということで、あのかなりその料理の幅が広がったんです。ランプとか、ももの新玉と言われる部分が部位があります。新玉のサシの入り具合でサロインとヒレの、サシの入り具合が大体見て取れますから、そういうところで選んでます。トレーサビリティについてはですね、もう完全に安心安全、今までそれが、数年前まではなかなか曖昧だったりなかったりしたものが、今はもう明確にずっと追跡できるので、私たちもその最終的にその食材をお客様に出す責任がありますから、安心してこちらも調理して出せるというトレーサビリティという制度は、もちろんこの先もですけど、あの必要だと思います。和牛はそのミディアムレアとかレアぐらいが一般的だと思いますが、やはりその臭みがないというよりも香りがいいので、僕は中国料理やってて、中華バーナーでフライパンで一気にこうハイカロリーの火で、両面焼きをするんですが、少しぐらい焼きすぎてでもですね、いい具合にその焼けた匂いがですね食欲をそそるというか、食欲そそるっていうのはやっぱりこの人間のその五感にあの響いてくるぐらい、要は食物としてあのこれ以上のものはないんだと思います。